東京リベンジャーズラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役、新勇気です。この番組は、現在絶賛放送中ですね、テレビアニメ東京リベンジャーズの魅力を余すところなくお伝えしていくラジオ番組となっております。もう、東京リベンジャーズのラジオも5回目となりますね。そして6月に入りました、もうアニメの放送も、始まって2ヶ月も経っちゃったわけなんですけれども、まあっという間ですね。で、先月の5月はハクンこと、仙道敦史役の寺島拓馬さんがマンスリーパーソナリティと、まあまた言えないマンスリーパーソナリティとして来ていただきましたね。で、寺島さんとすごい結構お話も長くさせていただきまして、あと何よりやっぱすごく優しかったですね。で、そして、今月6月ですね、パーソナリティとして来てくれる方はこの方です。皆さんこんにちは、パンスリーマーソナリティの林優です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マイキー、なんだよシーン君、またなんか、はい、マンスリーパーソナリティのとこで噛んじゃったじゃない。これ毎回、いやなんか最初の方は全然言えてたんですけどね、前回からなぜか言えなくて本当は優さんに、気づかずに、そういう風に間違えるんじゃないかっていう話を寺島さんとしてたんですが、仕組んでたでしょ、はい、でもラジオ聞いちゃってたんですよね。そう、なんか、寺島くん、テラシーが、ツイッターで普通にさらっと、次回のパンスリーマーソナリティは林優くんですみたいなことをツイートしてたのそうだ言ってましたね。なんでこれ逆なんだと思ってめちゃくちゃ気になってさ、もう本当に聞かずにはいられなかった。あ、それを見て聞いちゃったんですね。そうそれで聞いてそう、シンくんがなんかちょっとつっかえちゃったみたいなところを、普通にこっちで使っちゃったみたいな流れってことですよね。まさか今日も間違えちゃうとは、すみません、ちょっと言えるようにしておきます。で、僕とユウさんの関係性なんですけど、同じ事務所のケンプロダクションの後輩先輩というところで、こうやってリベンジャーズで先輩後輩で、すごく頼りにいつもしております。ありがとうございます。いや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 、もうこちらこそ本当にお世話になっておりますよ。本当にそうですか、もう本当に収録も分散収録ですけど、ユウさんと一緒になることの方が多いですしね、多いですよね、マイキーとして竹道と。で、現場としては、吹き替えの現場では一度か二度はありましたけど、アニメではリベンジャーズが初めてですもんね。ね、もう本当にだから一番最初に会った時にね、いろいろ収録の終わりに飲ませてもいただいたしね。そうですね。そうそれで確かね、シンくん俺の目の前に座ってたんだよね。そうですそうです。ほとんど目の前に座ってて、そう。僕も緊張しながら喋ってたんですけど、そう、いや緊張してた。最初だけ。最初だけ。素直でよろしい。飲んでる間にみゆうさんが結構明るく盛り上げてくださったのを見て、で僕その時覚えてるのが、なんかこうお話をしていくうちに、なんかしんくん、僕と似た空気を感じるねって言っていただいたのを嬉しく覚えてます。そう、それがね、俺ね。覚えてないんだよね。ゆうさん飲むといつも覚えてますよ。だいたい記憶なくなるからね。で、俺が一個覚えてるのは、しんくんさ、よく劇団ひとりさんに似てるって言われないっていうことは聞いた覚えがある。それ言っていただきました。そう、はい、よく言われるって話をしました。なんかやっぱ今日似てるよ。今日も似てますか、ひとりさんに。もう最近全然言われなくなったんですけどね。あ、本当？多分前、前髪の分け目を今と違ってこう、左から右へこう、なんだろうな、1対9みたいな感じで分けてたんですよ。なるほどね。その時はいろんな会う方に、劇団ひとりさんに似ていますねって言われることあったんですけど、自ら寄せに行ってたわけじゃなくて、です。違うもん。でも確かに検索したら劇団ひとりさんに似てた、似てる写真、劇人の写真があって、パーカーを着てる劇団ひとりさんの。あ、本当。はい。まあそれから、でもしばらくしてですもんね、リベンジャーズ結構前のことですもんね、そのお会いしたのも。もう本当だから、アニメの現場では一緒になるのが初めてだからね。初めてで。でも全然その飲み会、その一度会った記憶があったので、全然緊張することもなく、で始まる前にもちょっと軽いご飯誘っていただいて、サムギョプサル食べたよね。ありがとう、ごちそうさまでした。決起集会開いたもんね。決起集会開きました、ね、開いていただいて、それがあったので本当にリベンジャーズにも、リラックスしてっていうわけではないですけど、一歩そのユウさんと一緒になるときは、ちょっと頼りにしながら臨むことができました、あ、本当ですか、ありがとうございます。嬉しいです。ということで今日のラジオもよろしくお願いします、よろしくお願いします。それでは始めていきましょう、東京リベンジャーズラジオ、よろしく。
京リベンジャーズラジオ。というわけで東京リベンジャーズラジオ5回目はマイキー役のユウさんと一緒にお届けしていきます。ユウさん改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ではまずはユウさんにですね東京リベンジャーズについていろいろお話を聞いていきたいなと思うんですが、まあ、まずユウさんから見た、東京リベンジャーズは、率直にどんな作品ですか？いやもうほんとね、取材とかでもいろいろ語らせていただいてるけどさ、そうですね、もうなんだろうね、もう理屈抜きにとりあえずまずもう面白い。いや本当にこんなに面白いね漫画に出会ったのは本当に久々っていうぐらい俺も本当衝撃を受けて、はい、俺もこのマイキーのオーディションを受ける、受けさせていただくって決まってからこの東京リベンジャーズの漫画に、触れさせてもらったんだけど、もう本当一目惚れして、そうですよ、もうその日だけで確かね、読破をしてしまったわけですよ。でユウさん、まあ、一番僕が、個人的に聞きたいのはあるんですけど、何ですか？ユウさんのやっぱマイキーですよね、マイキーですか？マイキーについての、まあ、ところをちょっとユウさんのところからお話ししていただきたいなと思うんですが、いやマイキーはですね、まあ、とにかく大丈夫、配線をすごいいじってたけど配線がちょっと引っかかっててすいません恥ずかしいなぜかテンパっているシン君を発見しましたけど、すいません。そうそうそう、まあ、マイキー君はね、まあ、ちょっと幼い部分があったりとか、それに反してすごい総長としてのかっこよさがあったりとか、で仲間だと認めないやつにはすごい冷徹な顔を見せたりとか、まあ、いろんな顔を持っているキャラクターなんだけどね、まあ、ちょっとつかみどころがなかったりするところもあるんだけど、もうめちゃくちゃ仲間思いで、やっぱなんだろうね、その男としての憧れを全部持ってるなみたいなキャラだと思いません？いやそう思います、まあ、ドラケンが、まあ、その熱い一直線な男っていうのに対して、マイキー君は本当、おしゃれというか、おしゃれな感じがしますね。はい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 、あの、まあ、金髪長髪でヤンキーっていう、で何にも一撃でやっちゃうってところが、最強無敵に、まあ、本当ふさわしいというか、やっぱなんだろうな、暑さだけじゃないその、まあ、そのさっき言ったいろんな面が見えるところとかが、ミステリアスかな魅力を感じるなっていう。そうなんですよねってところですね。ユウさん自身で、マイキーと似てるなと思うところってあるんですか？その僕今までいろんな取材で、僕からの目線で似てるところいっぱいありますっていう話はいろんなところで、あ、そう？した、もうそうですよ。ちょっと教えてよ、それ、そっち教えてよ。辰久さんと3人で収録すること多かったじゃないですか。多かった。の中で、まあ、そのユウさんが収録始まる前は結構ユウさんがこうひょうひょうとしてて、可愛らしいマイキーに似てるところがあって、あ、そう。副総長のドラケンこと、あの辰久さんからこう、バッてお前ふざけんなよみたいなこと言われてるところとか、で今度収録始まったら、まあ、集会の時などはもうビッと、バシッとこう決めたかっこいい掛け声とか、マイキーの掛け声とかかっこいいその目つきの変わりようというか、そのオーラ、そのピリピリした感じとかを出してるところのこう二面性というか、いうところにマイキー味を僕は感じてたんですよ。本当に、俺全然自分って似てるなって思うとこないんだよ。ユウさん自身は自分ではない、強いて言うなら、俺今ちょっとさ、今ちょっと髪の色落ち着いてますけど、普段金髪なんで、そう、共通点を言うとすれば金髪外見の色味だけ。そう、金髪と、あとなんだろうね、身長も割と近いのよ。ああ、なるほど。ようやく今日俺ファンブックを買いました。天井天下ですね。そう、天井天下を買って、調べたら162センチなんでね、マイキー。ああ、で俺164センチだから割かし近い。なるほど。あとはね、なんだろうね、見た目が幼いとこじゃない？あ、俺もね、その38の割には結構若いって思われるんですよ。めちゃめちゃ。そう、弊社のね、先輩の T 山さんっていう方から、あ、なるほど、そう、本当お前は38に見えないから本当にいびつな年の取り方してんなーっていびつな年の取り方をしてるっていう風に言われるんですけど、 T 山さんも若い感じしますけどね、まあ、みんな若いよね。めっちゃ若い感じますけどね、シンクいくつだっけ？僕が今27です。27か。収録当初はもう滝道と同い年ですね。なるほどね、年相応ね、なんかね。そうかもしれないですね、なんかちょっと前までは、年の割に落ち着いてるねって言われ
れることも多かったんですけど、うん、今こうなっちゃうとなんか追いついた感じ、うん、ねえ、やっぱ声優業界ってなんか年齢不詳な人多いじゃない？多いですね、うん、なんか先輩かなと思ってたら結構年下だったりとか、そう年下かなと思ったか同年代かなと思ったらめっちゃ先輩だったとか、うんうん、そう、やっべえ、なんか最初なんか敬語使わないで言っちゃったけどそうなんですよねみたいな、結構軽いノリでおざすとか言ってたら、うん、先輩じゃんそう、俺この間発覚したのがさ、はい、そのうちの事務所にさ、与那翼くんっているじゃない。はい、与那さん。で、与那はなんか俺後輩だと思ってたのね。はい。したらどうやら最近判明したのが、はい、年齢一緒なんだよね。あ、そうなんですか。芸歴は俺のが長いから、はい、ずっとなんか与那が俺になんかすごい敬語使ってくれて、はい、勝手になんか後輩だと思ってたんだけど、はい、実はなんかタメだったみたいで、はい、うん、次直接会った時に謝んなきゃなまあでも同年代だったらまだまあまあ、ね、まあ芸歴も、まあまあね、もうちょっと芸歴が大事な、うん、まあでもそうか、ユウさんがマイキーと似てると思うのは、うん、そういうところ、足柔らかいとかないんですか、なんかめちゃめちゃ足上がるよとか。めちゃくちゃ硬いね。あ、じゃあダメだ。ダメダメじゃあダメだ、うん、わかりました。あれはすごいよね、はい、もうマイキーの股の柔らかさはちょっと異常なぐらいだよね。なんかどこまで行くのか、うん、教えてほしいですね。骨格見たいよね、本当に。骨格が見たい。どういう風になってるのか見たいわ、うんうん、でもあれも天性なんですかね。かもしれないですね。竹道のことはちなみにどう思ってますか。いやでも竹道はさ、はい、やっぱなんだろう、冴えない人生を送ってて、はい、泣き虫で、はい、まあ、臆病だったりするところを、はい、まあ、とあることをきっかけにさ、はい、まあ、本当に立ち向かっていく姿勢を見せるわけじゃない、はい、やっぱなんか38とかになってくるとさ、はい、やっぱ一度や二度、まあ、俺だったら、まあ、まあ100回ぐらいかな、いっぱい失敗してるんですよ大きい小さいあって、はい、もうありますが、はい、まあ、たくさん失敗している中でやっぱりその失敗している時の痛みというか逃げてる自分の頃もあるから、はい、やっぱりそれを持ってても、そっから変わっていこうっていうような姿勢を見せる竹道っていうのはやっぱり勇気もらえますよね、うん、でもそれもでも中身が26歳ならではなんですかね、うん、元の竹道だったらきっとマイキーと話すことだってなかったんだろうなってだろうけどね、はい、やっぱりでもほんのちょっとのきっかけでやっぱり人間って変わったりできるものなんだろうなっていうふうにすごい思わせていただける、うん、まあ、ところもあるし、まあ、一歩勇気を踏み出すということですね。そう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 、それができればいいし、うん、それができるようになった竹道がやっぱりかっこいい。かっこいい。そう。そうか、うん、ありがとうございます。アニメの方で、うん、ゆうさんの中でこうなんか好きな今までの、まあ、8話の中でなんですけど、うんうん、なんか印象に残ってるシーンとか好きなシーンとか。あ、でもね、俺本当にね、回を重ねていくことにね、推しが変わるんですよ、はい、あ、なるほど、まあ、確かに、8話だと、はい、やっぱエマちゃんですね、僕は。あ、なるほど、エマちゃん ね、もうあのドラケンのことが好きだけど、はい、まあ、告白することもなく、はい、ちょっと一歩控えめなところで、はい、思い続けて、まあ、そばにいる感じのあのけなげさ、けなげさ可愛いよね。可愛いですね。可愛いし、竹道のさ、お見舞い行った時にさ、はい、あの泣いたり泣くシーンあったじゃないありましたね。あれが7話とかでしたかね、うん、あれ7話か7話か6話ぐらいですよね。そうかそうか、はい、7話か。あのシーン最高だったね。あのシーンはなんか面白いディレクションがありましたね。うーん、詳しくはちょっと言えないですか。あ、そうなんだ。言えなくないですか。言えますか。え、わかんない。なえなえ何言えないって覚えてて言ってるでしょいやいや、本当ですか。本当わかんない。あのシーンはなんかこうちょっとこう、うんうん、ヒナが誤解するように、うん、してくださいっていうディレクションがあったじゃないですか。あ、なるほどね、はい、あの時のディレクションは、うん、ま、泣いてるんですけど、うん、まあ、そのちょっとアダルティーな感じでっていう、うん、ディレクションがあったんですよ。だからそういう感じだったの。そう、くぐもったって言ってましたね。多分もうずっと俺多分ね、台本に向かって一生懸命で、はい、なんつうの、耳閉じてたんだと思うよ。あ、その時、うん、まず聞く力を閉じてたんだと思う。いや、閉じてた。でもそうか、そう、まあ、確かにその毎回回を重ねるごとに推しが変わるっていうのは、うん、確かにあるよね。本当に素晴らしかった。ありがとうございます、はい。まあ、それではここからリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきたいと思います。はい、はい、で僕からいきますね、ラジオネーム、月姫さん、ありがとうございます、うん、こんにちは。初めてメールを送るので緊張しています。お、はい、私はつい最近通り部のことを知ってアニメを見始めたのですが、オープニングの時点でマイキーに一目惚れしてしまい、家族や友達にもその話ばかり。高校生になった私も中学生の頃マイキーがいたらと考えて何もできない気がしますが、うん、少し憧れと懐かしさを感じてしまいます。笑い。
これから漫画も買っていこうと思います。アニメのかっこよくて可愛いマイキーを楽しみに日々頑張っていきます。いや嬉しいですね。やっぱりかっこいいですもんね。なんだかんだ言って、なかなかこんだけかっこいいキャラクターをやらせてもらう機会ってないもんでね。そうですよ、ね、勝手にめちゃくちゃプレッシャーを感じてるわけですよ。ゆうさん、うん、マイキーぐらいかっこいいというか強いみたいな男っていう、うん、今まで他の作品とかでもあんまなかったですか？結構ね割とね低めのトーンを使うキャラクターが俺多いんですよ。あ、そうなんですね。うん、結構なんかドエスのキャラとかで、はい、こんぐらいの声を使ってお芝居することが多くて、はい、やっぱりそのトーンを、はい、の芝居をなんか知っている人たちはすごいマイキーを聞いて本当に林優なのかみたいな感じでざわついてる人たちとかもいて。そうなんですね、はい、でも実はマイキーの方が俺は主戦なんですよ。そうですね、だってしょ、この喋ってる声の方がマイキーに近いでしょ。マイキーに近いです。そうそうそう、やっぱりだから子役からやっぱりやってきたので、はい、お芝居を、はい、だからこんぐらいの高い声が実は自分の中では一番主戦で、はいはい、そうそうそう、やってるからその近いトーンでかっこいいって言われてるのはやっぱすごく嬉しいですね。嬉しいよね。でもおかしな話でしょ、自分の主戦じゃないところの役をいっぱいやってるってさ、はい、なんか変だよね。確かにそうですね。で僕はそのお前の外画の時も結構高いところでやられてたので、うん、そっちがメインなのかと思ってました、うん、あ、そう、はい、動画でね顔がいびつとか言われるけど顔がいびつじゃない、芝居もいびつなのかもしれない。そんなことそんなことはないですよ、はい、ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきます、はい、ゆうさんお願いします。はい、ラジオネーム京太郎、しんさん、パンスリーマーソナリティの林さんこんにちは。よくわかってますねこの京太郎は俺とテラシーのツイッターのね、はい、多分流れを見てるんでしょうね。見てるからありがとうございます。ありがとうございます、4月の、大阪さん、5月の寺島さんと連続でいじられていた林さんが満を持しての登場ということで初めて投稿させていただきました。いや、いじってくださってたんですか？そうですね、ありがとうございますマイキーの魅力といえばカリスマ性があるのはもちろんですが、お子様ランチに旗が立ってないことに子供っぽく怒るところもあるギャップの大きさなんじゃないかなと思います、うん、ドラケンとのファミレスの場面は原作から好きなのでアニメで見られてとても嬉しいです。本編の5話とちびりべシャープ5話何回も繰り返し見ています。さてお二人に質問なのですが、食べ物に関してこれだけは譲れないということはありますか？譲れねえもの、食へのこだわり。ちなみにお好きな食べ物は何でしょうか？僕ですか、はい、ラーメンです。ラーメン、ラーメンですね。ラーメンでのこだわりとかってなかったりする？あ、こだわりありますね。こだわりとか、まあ、特に好みっていうんです、うん、ところなんですけど、うん、まあ、僕は結構やっぱ太麺、ゴリゴリの太麺と豚骨醤油系がやっぱどうしても、はあはあ、まあ、簡単に言えば二郎系とか家系とかが好き。ああいうジャンクな感じ、ね、ジャンクな感じが好きですね。ああいう感じが好きなんだ。ヒューさんは？俺はなんだろうね、でもまあ麻婆豆腐がすごい好きで。あ、そうなんですか。食べ歩きも自分で作ったりとかもするんですけど、はい、自分で作った時は、はい、あの横浜中華街の有名なお店で、はい、マンチンローっていうお店があるんですよ。聞いたことありますね。聞いたことあるでしょ、はい、そこにあのあるあの普通に市販でも売ってるんですけど、はい、シャンラーツィっていう、シャンラーツィ、辛味の調味料みたいなのがあるんですよ。あ、調味料、はい、そうで、あの自分で、まあ、麻婆豆腐も最初から豆板醤とか、はい、甜麺醤とか入れて作ったりとかして、はい、どうも味が決まらないなっていう風に思ってたんだけど、はい、その時にそのシャンラーツィっていうね、はい、あの香辛料入れると、はい、めちゃくちゃ味が決まるんですよ。それ辛いんですか？辛い、まあ多少辛いけど、はい、旨味の成分の方が多分強いというか、もう本当にその香辛料は結構、うん、な、何色な、どんなか、どんな、まあ赤色、まあめちゃくちゃラー油、食べるラー油みたいな感じの色なんだけど、なるほど、どんなに麻婆豆腐がまずく作られていても、はい、それを入れただけで味が決まるっていういいな、いや魔法なやつがあるんですよ。今度あげますよ。あ、いいですか？あげるあげる。僕も料理好きなので。あ、本当？麻婆豆腐作ります。じゃあ本当？だからそれでなんかね、はい、炒め物とか作っても美味しいし。あ、そうなんです、ね、ぜひともやってみてください。それがこだわりということで。こだわりですね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、まあ、ここまで、リスナーの皆さんから、メールを紹介させていただきました。メールありがとうございました。番組では皆さんからのメールをお待ちしております、アニメやラジオの感想他に何でも OK です。じゃんじゃん送ってきてください。東京リベンジャーズラジオ、ここからはコーナーをやっていきます。まずはこちらから、人生のリベンジ。
私シンが演じます竹道は、昔恋人だった日向を救うため、そして逃げ続けてきた自分を変えるため12年前にタイムリープします。そこでこのコーナーではリスナーの皆さんから、もしもタイムリープできるとするならば、いつの自分に戻ってどう人生をやり直したいのかを送っていただいているコーナーです。ゆうさんはなんかこう戻ってやり直したいこととか、なんかちっちゃいことでも大きいことでも。いやーいっぱいありすぎてね、はい、最近で言うとあれですね、家にある冷蔵庫の、はい、冷凍庫のドアをですね、はい、開けたままなぜか寝てしまってですね、あ、翌朝起きたらぐっちゃぐちゃだ、全部ぐっちゃぐちゃ、もうアイスもぐっちゃぐちゃだし、はい、全部溶けてて、でそのドアを開けた瞬間にね、はい、あの冷凍してたご飯、ラップに包んでたやつがポトって1個落ちたのよ、はい、で落ちたから拾って、上がった瞬間にドアに後頭部を直撃して、もう踏んだり蹴ったりさそういうなんかねミスとかが多いんすよ。それなんで開いてたんですか。いやな、わかんない、酔っ払ってて氷とかを入れて、はいはい、で閉めたと思ったら、その反動、そうそうそう、甘くて、はい、開いたまんまだったんだと思うんだよね。結構、ね、結構入ってたんですか。めちゃくちゃ入ってたじゃ、うん、全部おじゃん。そう、あら、なんかアイスでもさ、はい、なんか誕生日にもらったホールアイスみたいなのがあって、はいはい、13はそれも、それが全部ドロドロになっててだから掃除も大変だったんですよ、ね、それはやり直したい。なるほど、気をつけてくださいね皆さんも。皆さんも気をつけてください、はい、それでは早速リスナーの皆さんからのメール紹介していきます、はい、ラジオネーム、マリモさん、ありがとうございます。私はもしタイムリープできるなら高校生に戻りバイクの免許を取りたいです。お、東京リベンジャーズにハマってからバイクに乗りたいと毎日のように思うのですが、免許がなく、仕事育児をしながら教習所に通うことがなかなか難しいので、学生の頃に取っておけばよかったととても後悔しております。お二人は学生の頃にやっておけばよかったと思うことはありますか。いやー、学生の頃か。いや僕でもマリモさんと全く同じことを思ってますね。え、バイクの免許を取っとけばよかったって。そうなんですよ、16歳になってですぐに原付は取ったんですけど、で18歳になってすぐ車も取ったんですけど、その普通二輪、普通二輪ね、を取ってなくて。ちなみに僕持ってますよ。え、持ってるんですか。持ってる持ってる。何乗ってるんですかバイクは。その当時はバブじゃないんだな、バブって言いたいところなんだけど僕嘘つけなくていやそうなんですよ。その時にね、はい、流行ってたのがね、大型スクーター、ビッグスクーターが流行ってたんだけど、ね、その時に俺が乗ってたのは、はい、フュージョンっていうバイクを乗ってたんですよね。僕の時代って言ってもあれですけど、なんかみんな流行ってましたね。みんな乗りたがってる人たち多かったです。あ、本当、はい、でそのフュージョンを買って、で1ヶ月ぐらい経った時かな、友達がなんか免許を取ったから、はい、U のフュージョンちょっとなんか一周させてよとか言って言われて、貸したんすよ、はい、そしたら事故って帰ってきやがって大丈夫だったんですか。でも怪我はなかったんだけど、俺のフュージョンは死んだっていう。完全にダメになっちゃったんですかそれはそれでもうタイムリープしたい話、うん、ある意味、ね、だからそれも人生やり直したい絶対に貸さないこれじゃあもうそれが答えですね、うん、答えでございますね。ありがとうございます、はいはい、じゃあ次いっちゃいましょうか、はい、次じゃあゆうさんお願いします。わかりました。ラジオネーム白い雲、私がリベンジしたいことですが、はい、ダンスを10年間習っています、約7年間地元で活動しているシンガーさんのバックダンサーをダンススクールのみんなとやりました、はい、練習期間が2週間と短く、振り付けと位置を覚えるのに精一杯でした。その振り付けの中に最後のサビでシンガーさんの周りを回るというものがありました、なんとか練習の時は振り付けも位置も失敗はなかったのですが、うん、本番になんと最後のサビではなく最後から手前のサビで私一人だけシンガーさんの周りを回るという大失敗をしてしまいましためちゃくちゃ恥ずかしかったです。今でもその時のビデオは恥ずかしくて見返せません。とてもリベンジしたい恥ずかしい出来事でしたっていう。恥ずかしい出来事、恥ずかしいですね。ちょっと目立っちゃいますもんね、うん、本来何人かでこうぐるっと回って盛り上げるところがちょっとシュールですもんね、うんうん、シュールだね。それは確かに恥ずかしいね。こんな恥ずかしい出来事とかある？恥ずかしい出来事ないように生きてきたつもりですよねないように生きてきたつもり、ないように生きてきました。なるほどね。だからそういうとこから逃げてきましたね、恥ずかしい場から、ね、ああでもある意味の滝道さんみたいなのあるんじゃない？そうかもしれない。滝道感が逆に、でももし何かやるときはもうやってしまえっていう思いでやった記憶か、うん、あとは何か恥ずかしい記憶は封印してるかもしれないです、うん、なるほどね。忘れようとしてるかもしれない。なるほどね。防衛本能が働いて、防衛本能が全然思い出せない何も思い出せない。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ次、はい、行っちゃいますか。はい、
じゃあ次、続いてラジオネーム、はい、スピーカーレディさん、はい、私は5歳の頃に戻って綿棒事件を回避したいです。綿棒事件、当時幼稚園生だった私は夏休み中に左腕を骨折してしまい、うん、腕にギプスをつけていたのですが、なぜかそのギプスの中に綿棒が混入してしまい、はい、そのまま固定され、二の腕に綿棒の跡が残ってしまいました。マジで笑い、治療が終わり、うん、病院でギプスを外して綿棒が出てきた時は、うん、親も私もお医者さんも驚いていました、うん、17歳になった今でも腕にうっすらと跡が残っており、かなり恥ずかしいので過去に戻ってリベンジしたいです。すげえ、なかなか、ねえ、タプスに綿棒、タトゥーとかじゃないんだよ、綿棒の形がずっと残ってるんだよ。それはちょっと恥ずかしいですね。すげえな。なんかいっそのことその綿棒をうまく生かしてタトゥーを入れるといいかもしれない、うん、おーすごいアドバイスだねいやわかんない、それ以外になんか、うん、どういう風に残ってるんだろう。また綿棒の形だよ。いや綿棒なんですよね。なんか違う形だったらもうちょっとなんか格好ついたかもしれないけど、なんとも言えないですよ ね、安全ピンとかだったらなんかピアスにしてたりする方いるじゃないですか。なるほど、ね、形としておしゃれだった、うん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 、綿棒はなんかそれだけじゃかっこよくなりようがないね、すごいな。結構な失敗ですねそれね。しかも残っちゃうんですね。残るんだね。なんか17歳になった、ね、うん、びっくりですわ。じゃあ 5歳ですもんね、うん、結構経ったのにめっちゃ暗くなってんじゃんしんくんが。いやなんかすごいことだなと思って。なるほどね。これは、まあ、でもどうにか、うん、そう恥ずか、それもね面白い、うん、面白いエピソードとしてどんどん話していけば、そうだね、消化していけるかもしれない、うん、ポジティブにいこうぜ。ポジティブにいきましょう、うん、はい、というところで今回はここまでとなります。はい、でも面白いです。いろんなリベンジがあってね、結構な壮絶な体験があるもんなんですね。結構ね強烈な体験でしたね。でしたね。はい、以上人生のリベンジでした。東京リベンジャーズラジオ、続いてはこのコーナー、新勇気のリベンジャーズ代行。さあこのコーナーは竹道役の私新勇気がリスナーの皆さんができなかったことを代わりにリベンジしていくチャレンジコーナーでございます、うん、まあ、竹道が、リベンジをねしていってるので、代わりに僕もリベンジしちゃおうという、なるほど、企画になっております。はいはいはい。前回やったことは寺島さんとやったのは、うんうん、寺島さんの好きなところを1分間言う、めちゃくちゃ褒めまくるってことね。めちゃくちゃ褒めまくるっていうのと、はいはい、お題をくじで引いて、うん、それをお題の中身を言わずに、うん、あの寺島さんに当てていただくという、はいはい、あ、それ聞いたな、それ聞いた、あ、それ聞きました、うん、聞いたをやりました、うん、なるほどなるほど、はい、今回はどんな、はい、じゃあ俺から紹介していきたいと思います、はい、しんくんにリベンジを代行していただきましょう。まずはメールをご紹介いたします。お願いします、ラジオネームマサランさんからいただきました。ありがとうございます。この前会社に偉い人をよいしょしようと思って褒めまくったつもりが全然うまくできず変な空気になりました。そういうこともあるな。私褒めベタみたいです。しんさん、私の代わりにリベンジしてくださいということでございます。褒めるか、褒める、ま、褒める、褒める、また褒めるでございますよ。同じ形、なんか同じニュアンスのね、はい、感じになりそうですけれども、ということで今回しんくんにリベンジ代行をしてもらう内容はこちら。何でも褒め褒めゲームでリベンジせよ。はい、ルール説明します、はい、シンくんには今、手元にあるのかな、ボックスを、ありますねボックスが、ボックスからですねお題を引いてもらい、はい、出た単語を褒めまくってもらいます。出た単語を褒める、はい、はい、例えばですねシンくんが大好きな、はい、単語でラーメンが出てきたとしたらですね、まあいろんな味があって、まあ、麺とスープが最高みたいな感じ、美味しいとかだけじゃちょっとそうですね、もうちょっと具体的なことをなるほど、はい、言っていただければなっていうふうに思っております。わかりました。それで僕林がですねその褒め方が OK なのかどうかを判定をいたします。ゆうさんが判定していただく、はい、で制限時間1分の間に7個、はい、僕から OK が出たらリベンジ成功ですということです。前回くじ引いてそのお題当ててもらうゲームが、うん、1分間で6個だったんですよ確か。なんか聞いた、成功段階が聞いてた聞いてた。でも6個でもかなりハードル高いなっていう風に感じてました。失敗してましたし、うん、その10秒で1個のあれで、うんうん、
失敗したので、いけると思ったら失敗したんですよ、うん、今回じゃあより厳しくなってるんですね。そうですね、やっぱ厳しくいかないと。そうか、だんだんハードルは上がっていくと。やっぱ同じ事務所のね、やっぱ先輩としてね、はい、もう厳しさをね。でもゆうさんが優しいからじゃないですか、これ7個になってるの。なるほどね、判定が優しいから、ね、優しいから。いやー、厳しくいきますよ厳しくいくんですか。私はね、はい、本当にね、もう簡単にはOK出さないからね。いや、まあでもそうか、わかりました。褒めるですね。はい、どんどん褒めます。いろんな語彙力勝負ですね、これできるかな。はい、はい、じゃあね、ラジオネームマサランさんのためにもリベンジしてください。わ、はい、かりました。じゃあ準備の方はよろしいですか。準備 OK です。 OK です。それじゃあやっていきましょう。新遊戯のリベンジャーズ代行スタート。はい、引きました。バット、これは硬くてボールがよく飛ぶし、かっこいいし、サインもかける。オッケー、よし。次、マイキーはすごい無敵でカリスマ性があってミステリアスな魅力があって強くてすごい好き。オッケー、やった。次、お尻、プリプリしてる。はい、ダメダメバイクはかっこいいですよね。中面欲しいし、エンジン音とかも男の夢、ロマンが詰まってますね。オッケー、よし。次が、スケボーはトリックがあってかっこいいですよね。で、移動手段としても最高ですよね。オッケー、よし、オッケー、優しいあ、ちょっと引きね。次が、棒付けキャンディー。これはなんだ、美味しい、子供が喜ぶ、かわいいダメそう、なんて、よし、これは何、金髪、ゆうさんがすごく似合うやつですよね。オーケー、オーケー、やった。次、よし、これが林ゆう、最高に好きです、大好きです、いつも頼りになってます。あ、ブーブーってブーブーなっちゃってんじゃん。終わったんだ。終わりでございます。これで終わりか。終わっちゃった。最後幼い信孝って書いてましたね。ああ、幼い信孝、幼い信孝、改心したとかですか。ああ、なるほどね、改心したかな、うん、そこまでちょっと聞きたいところはありましたけれども。すごい、でも結構いっぱい褒め OK 出たんじゃないですか。そうですね。じゃあここで、はい、結果発表の方に行きたいと思います。はい、しんくんの出た OK の数は6個でした。惜しい、くそ、悔しいですね。前回だったらクリアでした。前回だったらクリア、このハードルが上がったからだ、からだな。あと僕ダメなの何でしたっけ、ダメだったの何だったんだろう。お尻か、お尻、まあ確かにね、お尻を褒めるって難しいよね。お尻褒めるですよね、うん、いつも出してくれてありがとう。そブダメ。お尻とあと棒付きキャンディーでしたっけ。棒付きキャンディーか。棒付きキャンディー難しいですね。難しいな。あんまり、まあ、食べやすい、食べやすくも食べやすいしてくれてありがとうみたいな。いや難しい、いやでもちょっと悔しいですけども、ね、まあでもいいんじゃない。毎回ハードルが上がるたんびにさ、はい、自分の正解数も上がるからいいんじゃないですか。あ、そうですね、上がっていってるところがあって、いやでもこの、まあ、リベンジとしては失敗でしたが、うん、まあ、いろんな語彙というか、まあ、自分の思ってることをね、はい、素直に言うのが一番いいと思うんですよ。なるほど。だから林優で、うん、来た時はもう大好きって素直に、うん、シンプルにね、シンプルに言うのがベスト。そう、語彙力でいっぱいいろんなところで攻めるのもありだし、うん、そのまま素直な一言で簡潔にまとめるのもいいと。なるほど、いうことだと思います。ポジティブで、はい、はい、以上、新遊戯のリベンジャーズ代行でした。東京リベンジャーズラジオ、東京リベンジャーズ告知。ここからは東京リベンジャーズに関する情報をお伝えしていきます。まずは原作情報です。東京リベンジャーズは週刊少年マガジンにて好評連載中です。単行本は第1巻から最新第22巻まで絶賛発売中です。さらに当番初の公式キャラブック天上天下も発売中です。ぜひ手に入れてください。放送情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズは MBS テレビ東京、 BS 朝日、 ATX 他にて絶賛放送中です。各配信サイトでも配信中です。詳細は公式サイトをチェックしてください。そしてテレビアニメ東京リベンジャーズ YouTube チャンネルが開設されています。私新勇気の体当たり企画をお届けする YouTube や涌井健先生完全監修のミニアニメ G
チビリベが見れたり、このラジオのアーカイブも聞くことができます。ぜひチェックしてください。続いてパッケージ情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズブルーレイ &DVD が6月16日より発売となります。アニメ書き下ろし三宝瀬ケースに加え、涌井健先生による書き下ろしオリジナル漫画ほか、スタッフインタビュー、キャストインタビュー、設定など68ページにわたる大ボリュームの特製ブックレットほか、豪華特典満載です。お楽しみに。はい、そしてイベント情報です。6月19日開催のテレビアニメ東京リベンジャーズアニメ化解禁1周年&東京卍會結成記念イベントのオンラインチケットの販売が開始していますので、ぜひチェックしてください。さらに12月18日にはテレビアニメ東京リベンジャーズスペシャルイベント東京卍會立川ツーリングが開催となります。こちらのチケットですが、7月7日発売のブルーレイ&DVD 第2巻に昼の部、8月4日発売のブルーレイ&DVD 第3巻に夜の部の優先販売申し込み券が封入されています。イベント詳細は公式サイトをご覧ください。続いて CD 情報です。テレビアニメ東京リベンジャーズのイメージソング CD が発売となります。花垣武道や佐野万次郎などのイメージソングが収録されたテレビアニメ東京リベンジャーズ EP01 が7月21日水曜日に発売。そしてバジケイスケや松野千冬などのイメージソングが収録されたテレビアニメ東京リベンジャーズ EP02 が9月15日水曜日に発売されます。さらにオリジナルサウンドトラックも7月7日水曜日に発売となります。皆さんお楽しみに。以上東京リベンジャーズ告知でした。東京リベンジャーズラジオ、お送りしてきました東京リベンジャーズラジオ、エンディングのお時間です。第5回ゆうさんいかがでしたでしょうか。いやー、なんか、はい、初めてでしたね、ラジオで一緒にお話しさせてもらうのはね。ラジオも初めてでした ね、はい、まあなんかでも YouTube とかでもすごい絡んでるし、はいはい、うん、まあなんかしんくんのことはもう結構やっぱりね、いろいろ過ごす時間が長いのでよく知っているので、それでもういろんなところで助けていただいています、はい、そうですね、くつろいで、できました。よかったです。僕も楽しくリラックスしてできました。はい、で番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アニメやラジオの感想を各コーナーまでメールをどんどん送ってください。メールは番組サイトの投稿フォームから簡単に送ることができます。もし直接送る場合、メールアドレスはすべて小文字で、東満アットマーク温泉ドット AG、 東満アットマーク温泉ドット AG です。さてこのラジオは各週土曜日に配信しています。次回配信日は2週間後の6月19日土曜日、6月19日土曜日です。次回のマンスリーパーソナリティもゆうさんです。皆さん忘れずに聞いてください。はい、さらにこの番組ですが、温泉プレミアムで限定のおまけトークを聞くことができます。皆さんぜひ温泉プレミアムに登録しておまけトークもチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、最後なんかしんくんから言い残したこととかありますか。次回もゆうさんとなので、うんうん、楽しくやらせていただけたらなと思いますし、はい、まあ、いろんな話、リベンジャーズのこともっと話せたらなと思います、うん、はい、まあ、僕はツイッターとかやってるんで林優で検索して、もしよかったらフォローしてください、はい、YouTube もやってるんで林優で検索してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで東京リベンジャーズラジオはここまで。お相手は花垣武道役新ゆうきと、マイキーこと佐野万次郎役林優でした。それじゃあ解散。